グロドノ県の地図訂正ロシア内でのグロドノ県の一県省グロドノ県は訂正ロシアの県である。また北西地域中の一県でもある。行政中心地はグロドノに置かれた。旧グロドノ県の領域は現代では大部分がベラルーシに属し、わずかにポーランド、また国一部がリトアニアとウクライナに含まれている。グロドノ県は1795年の 第三次ポーランド分割によって、帝政ロシアに編入された地域に成立した。それ以前のリトアニア大公国においては、後に、グロドの県となる地域は、北西部は1501年には、トラカエ県、北東部は、ノガルデューカス県の管轄となっており、南部は、ピレンケイ県等を経て、ルブリン合同後の1596年より、ブルチェスク県の管轄であった。また、 第3次ポーランド分割によって、帝政ロシア領が拡大した直後は、グロドノ県にあたる地域には初めスロニム県が設置され、ついでリトバ県となっていた。1801年、リトアニア県がビテプスク県とグロドノ県に分離する形で、グロドノ県が成立した。グロドノ県は8軍からなるスロニム県を継承する形で登場し、設置以降40年間は、 県域の変更はなされなかった。1843年に廃止されたベロストク州からベロストク軍、ベリスク軍、ソコルカ軍が移管され、リダ軍がビテプスク県へ、ノボグルドク軍がミンスク県へと編み出した。以降、20世紀初頭までグロドノ県は旧軍を管轄した。また県内には25の市を有した。1920年、グロドノ県は復興した。 ポーランド領に組み込まれ、消滅した。廃止直前の黒殿県には、以下の旧軍が属していた。ABC、税、税、いげ貞義編、根菜スロア辞典三成堂、2009年、P87 ウィークリー、1897、税、ウィークリー、税、ありがとうございます。